ライさんたち10人余りは募金箱を持って大学祭が行われている鹿児島大学のキャンパスに立つと、訪れた人たちに台風の被災者のために募金をお願いしますと呼びかけました。今日募金活動を行ったフィリピンの人たちの中には、台風によって実家が流される被害を受けた人もいるということです。We want this money to go to the to the victims who are most in need, especially those who have no shelter. So and to restore the life of those of the victims.